何？うぶりゃうぶりゃ。携帯は使っちゃダメだ。はいどうもこんばんは、ラムノットです。ドレッドアウト2実況続きやっていきます。自宅に帰ってきたところですね。で、ちょっとお母ちゃんっぽい人がいるんで、お母ちゃんっぽい人と話をしていく。学校に向かうの？ランドベイビー、お母さんじゃないの？来月の家賃払うの忘れないで。そっか、お母さんいないんだ。もうすぐ期限よ。なるほど、バイトに行かないと。一旦うち戻って、このうちの2階というか、これ誰？キムさん。汚いね、俺のことか。本当の猫に取られたんだな。靴を取られた。一体どこに行ったんだ。うん、ナスティ、何をしてやるの。おはよう、リンダ。気づかなかった。嘘でしょ。見てる方向から走ってきたんだけど。バックパック。うん、猫を使う。あの白い猫のこと。靴をね、もちろん彼氏が買ってくれた。トワン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 。猫ね。見てる方向からすると、こっちの方、どこ行ったんだろう。これなかなか難易度高くない？猫を見つけない。容疑者の猫。容疑者の猫ね。多分だから、こう走っていった人の方の話を聞けば一緒だな。くらえっつって言ってるな。やめろ。そうだ、話しかけてる。そう、猫だ。あっちに行ったと思う。 Near the Clappy Statue。 変な銅像の方だって。あ、これか。猫っていうか、でけえな。お、あ、靴持ってる。しかもセクシーな掃除してるおばさん。この猫には触れたくもない。あ、セクシー。こんにちは。いや、こんな綺麗な人がね、掃除をしてくれる。めっちゃ怒ってんの。猫。なるほど。靴で遊んでるんだよ、今回は。ほうきでチラッと殴ったね。これ、俺のかって。いや、俺のではないんだけれども、うん。あ、無理やり取るなよって。先週、男の指を噛みちぎった。なるほど。ペケルリリーってなんだ。フェイセルリリー。うん、そういえば朝ごはん食べてない。そんな話はどうでもいい。どこで手に入るんだろう。どこで手に入るのそれ。マイストマフィズハード。どこだろう。あ、これか。本当だ、書いてある。ナマズとかね、ミラクミスとかね。ドラゴンの肉まで扱ってる。さあ、何か猫用のご飯をね。ん？お。あ、ちょっと恋心があるんだな。はいはい。彼女に伝えてくれ。いいよ。あ、これあれか。あれなんだっけ、フライドキャットフィッシュ。ナマズだ。あれですね、中華街に売ってるあれと一緒だ。ちまきと一緒だ。ちまきみたいなやつだね。
横断歩道を渡っていく。横断歩道なのかもわからない。よし、取ってきたぞ。わ、いやいやいや、任せて。2つ持ってきたよ。お、靴を手に入れた。はい、靴取ってきたよ。Thanks, Lin. ね、アミューデボード。もちろん。お、バックパックを。分かった、行ってらっしゃい。うん、ちょっと毛がついてる。毛玉でも吐いたんじゃないかな。おしっこもした。戻ってきた。お、バックパック手に入れた。なるほどね。うん、着いた。あれ、これ昨日来てた学校だね。あ、昨日の掃除のおばさん。おばさんっていうかガジモト。うん。水もいつも通りだと。昨日のことだけど、心配するの。誰にも言わない。めちゃくちゃ知ってるんだろうな、この学校の秘密を。お、すごい。すごい先生がいる。あ、リンダ、メリンダ。ミス・メリンダ。君を探していた。聞きたいことがある。君のクラスの3人が怪我をしてしまった。なるほど。いや、何も知らないな。俺が遅くに帰ってきたらそういう時もあるだろう。ん？知らなかった。おかしいな。え？わかった。授業が終わったらね。ストレンジスーパーナチュラルインスタンス。わかった。普通にもう授業に行かないとダメなんだね。これでも中入っていける？俺の授業は？だってトイレ。あ、掃除してる人ね。彼に飽きもち？うん。いじめられてるはずなのに。何も気にしてないかのように。あんな背中してたらな、それはさすがにいじられそうだけども、それに憧れるっちゅうことね。通らしてもらえない。ここ職員室っぽいね。かといってあっち側も行けるかって言われると微妙。ここは開かないけど、話すこともできない。ん？どこに行くんだろう。そうか、これはただのメインロビーでしかなくて、教室はあくまでこの先か。おい、あれ、なんか昨日すごい地面が掘れてるようなところあったけどね。そんなことはないんだ。本当にあったのかな。じゃあここが多分俺の教室。うん、これ前回と同じ字幕ですね。入れ忘れたんです。コメント欄に書いてあります。さあ、てかそもそもなんで俺の席。学校が始まるのも後か。いい、この感じだな。割と欠席してる。とか割とね、海外の学校って席自由ですもんね。携帯が鳴ってる。早く止めんか。早く止めんか、リンダ。誰からだろう。ちょっと待って、なんかあれ、
時が止まっておる。空中を舞う塵までも止まっておる。うっ、こいつら、死んでしまった友達たち、俺に何か呼びかけようとして。ここで出る字幕は一緒なんだな。どういうこと？シスカ先生、すべての責任。うわ、ひでえな。これが、でもここでみんな亡くなったわけじゃないよね。これをすべて俺のせいにされてしまうのか。吐き気がする。あ、リンダが闇に飲まれてしまう。 Good morning, class. I'm so pleased to meet you all. I'm Mariska Gandasasmita. You can call me Miss Siska. I'll be your teacher todayAnd I hope we can all get along nicely. さて、アクト1。レスティテューション。うわ、ちょっと待って、見よう、お前。その時の時間軸に来てしまったってことか、これ。これいつもの学校じゃない。カメラが使えない。フラッシュライトも壊れてる。この教室は空っぽ。うわ、どういうこと。変なところに来てしまった。ちょっと今作はサイレントヒルチックですね、かなりね。通れない。この中も空っぽ。なるほど。またいっぱい木が、そして死体がいっぱいある。なかなかえげつねえな。外の世界。あ、でもこっちは普通の扉だな。二枚扉だけ鉄格子に変わってる。上上がってみよう。あ、誰かいる。めっちゃ授業してる。よー、からかましじゃらんじゃらん。目がやばい。授業はもう始まってる。誰も座ってないけどな。座っておいた方がいい。Kita mulai ya sekarang. 1982年。字幕消えるのめちゃくちゃ早い。なるほど。ジャイロプロパーフプロプロピロプロパーパンドラ。何？うぶるびよぶよ。携帯は使っちゃダメだ。先生、先生、落ち着いてください。お前も一人だ。離れてくれって。携帯に集中しすぎるな。光が痛い。なるほど。これで
携帯が使えなくても。待って待って、ウクライナ！これで携帯が使えなくてもフラッシュライトで、うまく倒せそうなんだけど、これでもドアっぽいよね。あ、フォーカスングオンマイフォン、アンドライト。おお、なるほど。さあ、これで先に進めるけれども、これも浄化しておいた方がいい。よし。火で開けたら。ちょっと待ってくれ。そろそろ死んでしまいそうだ。お前は大丈夫か？絶対大丈夫じゃないんだろ。お、大丈夫だ。問題を起こしたいわけじゃない。なんかこれも前作のね、その守護神。ちょっと待ってくれ。なるほど、これは俺が確実に悪いんだな。何もしなければ攻撃し来なかったもの。猫ちゃん学校に戻ってきた。やばい、めっちゃ来てる。何を持ってるんだい？また君。誰なんだろう？誰ですか？頭が大きいね、このお猫ちゃん。かわいいね。うわ、来た。なるほど。うん。これもしかして毎回ここでボス戦が起きるみたいな。俺もうこれで死ねる。なんたって体力がないからね。で、光でひるませて。よし、待って。これはもうダメだろ。一回やったらもう引く。一回やったらもう引く。もう一丁。なんだこれ。なんだこれ。大丈夫かなこれ。うん、本作かなりまだ未完成感すごいな。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。よし。一つ。これでまだ死んでない。よし。数がどんどん増える。危ない。よし、一人やった。どうしたっけ、どんどん頑張っちゃう。よし。俺の血まみれ具合なかなか。よし、あと一匹だけ。カメラで自分とかどうでもいいんだ。死んでしまったこの亡霊たちをもう一度殺してやるってね。よし、戻ってきた。あれ、ちょっと待ってくれ。また俺が頭やべえやつになって。うわ、どうなって。まあそりゃそうなるわ。Saya kira Linda harus dicek di rumah sakit. Ya, これはまずいだろ。Nuhun, Pak Mamat. Nanti saya suruh ke sana. Nuhun, bukan merepotkan. Landlady でも優しい。こんなのでナイフ持ってる俺とかもう無実の証明のしようがない。
さあというわけでですね、今回の実況はここまでにしておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、続きが見たい方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。